おや、お疲れ様でしお疲た。れ様でした。視聴者の皆様、毎日お疲れ様おで疲れす。様です。それでは早速いきましょう。視聴者の皆さんのことを教えてください。 ZIP プラス3、今日はたけしさんです。はい、よろしくお願いします。さあ、たけしさん、ほいほい。今週のテーマはですね、はい、2020年上半期に活躍したものということで。上半期に活躍したもの、え、そっか、はい、もう下半期か。7月だから。そうなんですよ。うわー、あっという間すぎる。もう実感がなさすぎて。やばい。何しただろう、俺、上半期。どう？最近何してんの、後ろって。私は十分な休息を取りました。うん、おー。上半期も本当に家にいる期間が多かったじゃないですか。うん、でもなんかこう、家にいることを全く苦痛に感じないので、おう、へー、ずっと家にいて、おう、で母親が先日地元の実家に帰った時に、うん、中学生の頃の文集を見つけてきて、私のやつを読んだらしいんですけど、そこに中学生の頃から私は家が一番好きですっていうなんかスピーチを、あ、びっくりした。じゃあどちらかというとインドア派なんだ。めちゃくちゃインドアです。なんか自分の中のイメージでは最近本当大人になってから家が好きっていうような自覚をしてたんですけど、まさか中学生の頃からそんなずっと家にいたそれはもう外出られないなと思いながら。武井さんアウトドアですよね。俺は多分、まあ、アウトドア派なんだけど、でも今回のこの、まあ、ステイホームで、やっぱね、体重が増えたね。増えました。増える。なんか一応なんかその、あの腹筋のローラーのゴロゴロとか買って家でやってたりはするんだけど、やつでもそう、やっぱ体重増えるね。その点後ろとか全然変わんないもんね。もう私本当にもうひたすら休息をとってるんですよ。食べもせず寝てばっかり。運動とかしないの？ですね、うん、エアナートビを始めました。エア縄跳び。本当はあの工藤飛鳥さんが縄跳び始めてすごくいいよっていう話をされてたので、なんかちょっとかっこいいなと思ってやろうと思ったんですけど、家で一人で外で縄跳びをする勇気はなく手持ちの靴下に固形石鹸を入れて、それもすごいね、そのアイデアも。でも結局それももういらないんじゃないかとなり、音楽をかけながら音楽に合わせて一曲飛び切るっていうのを 2,3 ヶ月くらい続けてますもん。でも一曲っていうと大体 3,4 分とか、長かったら5分とかあるでしょ。3分30秒です。結構大変じゃないな、飛びそれ飛び続けるのって。はぁ、あ、はぁ言いますよ本当に。ああ、だってあの俺ボクシング取材とか行くときに、プロボクサーは絶対に縄跳び飛んでるからね。え、そうなんですか。やっぱりそれぐらいその、まあ、体にいいし減量にもいいんだろうねきっとね。もうプロボクサーがやってたら間違いない。もう絶対、もうみんな絶対やってる。汗もかくし、うん、なんかこう家族、母親とか妹とかと飛んでたので、ちょっと外から見られると異様な光景だなと。なんかいいな。しかしちゃんとこうレースのカーテンとかしっかり閉めてやるようにしてました。あ、でも工藤くんもやってるんだね。なんかそれ聞くと急に縄跳び欲しくなってくるな。なんか良さそうに感じますよね。あ、そんな感じに締まった体になれるかもと思って。あのエブリの陣内君子さんが毎日縄跳び飛んでて、あのもう日課として飛んでて、それをなんかね、あのいつもインスタグラムのストーリーズにアップしてて、うわー見てみよう。そうそう、縄跳び部っていうのを陣内さん今作ってて。そうなんですか。続々となんかいろんな人がこのインスタ上でなんか陣内さんの縄跳び部入部しますみたいな感じになってる。入りたいですね。いや、むしろ入った方がいいよ。入りますね、私も。いや、ちょっと続けよう。ちゃんと最近モチベーション下がり気味だったんですけど、それ聞いたらちょっと、あれだよ、リアルの縄跳びを買うことじゃない。あー、そこですかね。それなしには陣内さんの縄跳び部に入れないですかね。うん、まあ、結構なんか多分小学校の時に使ってたような縄跳びから結構本格的な縄跳びまで意外となんかバリエーションがあるらしく、縄跳びってこの重さとか。あ、そうなんですか。それによってその負荷が変わったりするらしいのよ。へー、だからなんかそういう選ぶ楽しみももしかしたらあるかもしれないよ。
ああ、ちょっと見てみます。スポーツ用品店とかほぼ行ったことない。あ、そう。へえ。なんかちょっと教えてもらいながら行きたいですね。そうだね。陣内さんと功徳に教わりたいね。いいですね。ちょっとじゃあ、ちょっとジップでも縄跳び部発足させましょそうだな。う。はい。みんな誘って。部長は後ろで。私ですか？ああ、ちょっと入る動機があんまりなくなりそうですけど。いいですね。じゃあちょっと2人で引っ張っていきましょやっていきましょう。はう。はい。い。はい。では、以上、教えて、ジッププラス3でした。始めます。やりましょ教えて、ジッププラス3。来週は子供の頃の七夕の願い事を教えてください。思わず、笑ってしまうような願い事や、キュンとしてしまうような願い事もあったんじゃないですか？ちなみに私は毎年お小遣いアップを願っていた気がします。さあ皆さん、たくさんの投稿をお待ちしてます。